九州北部の都市北九市、かつて鉄の都と呼ばれた。闇金、それら違法な金が暴力団組織のトップへと流れる。奥村は懲役3年の刑を終え出所した。おお、ありがとうございました。親分、頭、わざわざありがとうございます。奥村、ご苦労さんやったの。ようやった。どうや、ご苦労さん。本部長もありがとうございます。みそし、元気やったか。はあ、出所祝いは明日の11時からじゃ。今日はゆっくり体休めとけ。ありがとうございます。今日はどこに泊まるんか。妹のとこへと思っています。そうか、嫁さんとは別れたんやったな。ガキがおらんでよかったやないか。のう、はあ、やの、お前この頃いつも組当番しおるが、なんかしでかしたんか。はあ、いやの、親分が聞きよるやないか。ちゃんと答えんか。はい、この前の会の定例会で居眠りをしました。それで罰当番か。定例会ちゅうたら2週間も前やろ。それなら今日までで十分やで。はい、ろくなもんも食うとらんやろ。これでなんかうまいもんでも食わんか。ありがとうございます。暴力団は組長や会長と呼ばれるトップのもと、ピラミッド型組織を構成している。そしていくつかの暴力団が集まり、より大きな団体を構成しているのである。お兄ちゃん、お疲れ様でした。うまい。よかった。ばあちゃん、ただいま。お前、仕事どげんしょんか。この春から正社員になれたんよ。ほんとか。ほんとほんと。それがヤクザやけ、跳ねられるんやがいちょって心配しとった。よかった。ヤクザでもうちにはたった一人の兄ちゃんやけん。マリコ、お前彼氏は。なんで今日は質問ばかりやね。彼氏おるんか。もちろんおるよ。お前、変なやつやったら承知せんぞ。ビール取ってくるね。こら、お前はぐらかすな。優しい人よ。あ、浜田さん。うん、小倉城の駐車場知っと。秋山は倉田組幹部宇都宮のために闇金の取り立てを行っている。闇金では時に法律で定められた何十倍もの利息を求めない。こんにちは、秋山さん。おう、元気しとんな。はい、今回の利息分だけですけども。10万円を借りて20万円、30万円を支払っても返しきれないこともあるのである。あっちこっちから借りまくってからくさ。はい、一本にまとめんなら俺がいい業者紹介してやるかい。最近警察の方も厳しくてですね、宇都宮さんにもまたよろしくお伝えください。また。はい。もしもし。しょうがないやないか、兄貴の用事やけん。プレゼントも高等券。うん、遅くなっても必ず帰るけ。いいか、切るぞ。兄貴、雨で車を降るぞ。俺を何時間待たせるか。兄貴、暴力はやめてください。暴力振るかい。暴力団やろうが。もしもし、レイコちゃんおる。
そうだね。そうだった。おそら。はい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 。はい。なんか俺も忙しいんやけ。忙しい？そればかりやないの。だからなんかで言うろうが。あのね、赤ちゃんできたんよ。なんやて。お前の兄ちゃんにバレたら殺される。兄ちゃんが殺すわけないやん。で、どうするんか。もちろん産むよ。そうか。兄貴、申し訳ありません。やろう。お前、マリコのあの子、どうするつもりか。マリコ、いえ、マリコさんを嫁さんにください。お願いします。お前みたいなチンピラが嫁さん子供を食わす気はねえやろうが。俺、働きます。俺、ヤクザに向いてません。はい、そうですか。あっち簡単にやめるのがヤクザやろうが。甘ったれことを言うな。兄貴、指を詰めます。バカ野郎、お前が指の一本や二本詰めたって親分が許してくれるか。暴力団では不始末をしたり組織から脱退する際に指詰めを強要されることがある。一度入ると簡単には抜け出せないのが暴力団なのである。このため暴力団対策法では指詰めの強要や暴力団からの脱退妨害を禁止している。そして事故などで指を失った人もいるし、仕方なく指を詰めたが真面目に生きている元暴力団員も大勢いる。しばらく待っとけ。俺が何とかあれつけちゃる。俺が何とかしちゃるって言うやろうが。やの、お前の返答次第じゃ指の一本でも詰めちゃろうと思っとった。でもよう分かった。俺たちを捨てたおふくろなんか顔すら覚えとらんが、一つだけありがたく思っとうことがある。それはマリコを産んでくれたことや。子供は親を選べんけの。土曜日にそこの。よっ、レイコちゃん。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょっとね、急に用事ができたから帰りますからね。はい、まだ来るからね。じゃあまたね。はい、待ってくるからまた。レゴちゃん、ちょっと奥村と代わって。はい、失礼します。お前はやっぱり男や。うちの組は若いのは何人もおるが、根性のあるやつは 2,3 人しかおらんでな。矢野のことを頼みます。あいつはヤクザに向いとりません。俺に任せとかんか。秋山、お前も頼むぞ。はっ。そうや、行けちゅうたらいつでも行くぞちゅうのが極道やないか。なあ、レイコちゃん。倉田組幹部宇都宮は奥村と秋山に西村建設社長襲撃を命じた。社長は龍神会の縄張り内で大型工事を受注したが、龍神会への金の支払いを拒否したのである。こんにちは。
は、奥村さん。こんにちは。久しぶりだね。本当久しぶりですね、先輩。なんか最初元気なかったけど。先輩、兄ちゃんには分からないですよね、私が今日ここに来たことは。うん、私が言わない限りは大丈夫。お兄ちゃんって確か倉田組だったよね。はい、でも今日は兄ちゃんのことはないんです。私の彼なんですけど、彼もヤクザなんです。どうしても辞めさせたいんです。あのね、私今暴力団対策室っていうところに応援に行ってるんよ。まだ詳しくないんだけど、確か暴力団対策法というやつでいろいろできるみたい。まず話聞かせてもらっていいかな。はい。じゃあ名前は？矢野です。おかわり。はい。社長は車に乗っていなかった。奥村の撃った弾は現場付近の市民に命中し重傷を負わせた。警察は龍神会への取り締まりを強化し、倉田組準構成員秋山を闇金容疑で逮捕。刑事さん、闇金じゃ懲役どんくらいいくですかね。懲役を決めるのは裁判官やろうが。それに借りた人間が余興のやから。そうですよね。ひらめっこしててもしょうがない。今日はこのくらいにするか。ケイさんも大変ですよね。俺が捕まってから20日になりますよね。お前もヤクザの使いっ走りで大変やったろうが。大変やったですよ。子供の誕生日プレゼントもこう取ったのにやれんで、女房子供には逃げられ、何かというとすぐ殴るんですよ。今日のところは留置所へ戻れ。奥さんから着替えの差し入れがあるはずや。女房が着とったんですか。少し話を聞かせてもらった。お前のことを心配しとったぞ。闇金は全部認めます、間違いありません。それと例の発砲事件、車を運転してたのは私です。すいません。関係のない人に大怪我をさせて撃ったのは奥村さんです。事実関係については OK してます。でも俺の場所よう分かったですね。マリコが俺を追うわけないし。あそこのマンションは宇都宮が借り取るとこやないか。警察は前から把握しろと。たまたま誰かが入るところを待っとっただけや。妹さんは関係ない。そうですか、安心しました。あんまり安心してもらっても調べにならんけどな。そしたら今日が初めてだったんやね、あのマンション行ったの。そうなんです。兄ちゃんなかなか居場所教えてくれなかったんです。兄ちゃんどうなるんですか。発砲事件で関係のない市民に怪我させてるし厳しいかもしれん。そうですか。でもあんたはしっかりせんといけんよ、赤ちゃんが生まれるんやけん。はい。え、お袋入院すると？うん。そんな金俺あるわけないやん。俺部屋住み明けまで金入らんとやけん。
少しぐらいなら友達に借りるか聞いてみるけど。藤重、車にバッグ忘れてなかったか？え、気づきませんでした。矢野、お前取ってこい。はい本部長、持ってきましょう。金が足らんやないか。矢野、お前取っとらせんか。本部長、俺は絶対そんなことせんですよ。藤重、お前か。本部長のバッグに気づいたら持ってきます。親分の金がなくなったのもやらないじゃないですか。俺やないです、信じてください。よし、それなら体に聞いてやろうやないか。しぶといやつやな。やったらやったし、はよ言うたら楽になるやないか。ごめん、聞いてやらんか。はい。やりました、やりました、俺がやりました。そうやろ、やったやろ。早く認めろ。俺もこんな目に合わせんですんなんや。チェッ、買ったばかりのシャツに血がついてしもたやない。この分も弁償せよ。矢野を2階に連れに行っちゃれ。明日になったら病院に連れて行け。飲み屋で喧嘩したって言ったらいいけど。あ、本部長、明日は病院休みですよ。そしたら明後日でいい。それまでに少しは怪我も治るやろ。奥村、事件の話はこの場合にしとこうかの。妹さんのことやったら心配せんのもええぞ。犯人隠避とかで逮捕せんけ。田中院長さんは信用してます。妹さん結婚するらしいな。うちの子のやらなんですよ。こいつは極道には向いとらんてですよ。でもヤクザは簡単に辞めれんですもんね。証拠あるなら起訴されても仕方ありません。近所の奥さんが怪我をされたことはすまないと思ってます。自分のことはいいですよ、上のことは言えんとですよ。それが龍神会の方針かもしれんが、お前全部秋山に押し付ける気か。そんなこと言いよらんやないですか。あいつは素人ですから。俺が運転を頼んだ、俺が指示した、それでいいやないですか。奥村、お前もわからんやつやの。お前には動機がないじゃないか。なんで西村建設の社長を狙わんといかんとか。お前会ったこともなかろうが。理由なんかいいやないですか。俺がしたっちいいのでしょうが。男で生かしてください。これが俺の生き方なんですよ。なんか男か。奥村、急用や。また後で話を聞くから。そしたら彼からメールが来たのね。そうなんです、この写真が。あ、ひどいね。お疲れ様です。奥村さん紹介するね。こちらが田中係長と上野部長。そのままそのまま。あんたが奥村の妹さんか。はい、そうです。いいね。はい。彼を助けたいんやろ。はい。俺たちが全力で助けてやる。はい。そのためにはあんたの協力を得る。倉田組の捜索令状の準備を。はい。矢野刑事、マリコさんの調書を早く。はい。ポイントだけでいいぞ。はい。警察が何な、令状あるとな。令状はこれだ。逮捕監禁容疑で倉田組事務所を捜索する。チェーン外せ。分かりました、お怪我をしています。よし、
山本と藤重逮捕監禁で現行犯逮捕する。何や、逮捕状もないやないか。おい、逮捕状持ってこんか。お前らは現行犯逮捕やろうが、一歩はいらんぞ。そのぐらい頭に寝とかんか。勉強するくらいなら極道やらならんわ。田中会長、こっちにシャブありました。よし、お前たち後で覚醒剤の所持でゆっくり話を聞かせてもらおうかの。和田さん、何ですか、何事ですか。矢野の逮捕監禁って何言うすか。これはしつけですよ、しつけ。警察も相手にせん社会の落ちこぼれば世間様に迷惑かけんことしつけしようなかでしょうが。お前このこと知っとったんか。知っとったらお前共犯ってことになるぞ。知っとりゃ止めますよ。おい、お前ら警察はな、別件でもいろいろ調べるけんな、関係のないことは言わんでいいぞ。はい、獣人会は覚醒剤を禁止とやないか。覚醒剤禁止ですよ。しかしおたくら警察が締め付けるもんだから、若いもんはしのぎがなくてしゃぶり手出しようんでしょうか。あんたからも後からじっくり話を聞こうかの。うちの流人会は警察と接触禁止ですけ。お前ら、いい弁護士つけちゃるけの。さっき弁護士が面会に来ました。山本と藤重捕まったそうですね。山本たちがなんで捕まったか聞かんやったんか。は、矢野をリンチして大怪我させろ。警察が踏み込んだ時に矢野は組事務所の2階で寝かされとった。なんで矢野をやられないかんのですか。本当に何も聞かされとらんようやな。矢野は宇都宮や組長の金を取ったことにされたらしい。矢野はそんなことせんですよ。あいつは盗みだけは絶対にせんです。犯人は誰でもよかったやないとか。お前も捕まって誰もかばい立てもせん矢野に全部かぶせとったんやないか。くそ、約束が違うじゃないか。田中理事長、もう一度弁護士を呼んでもらっていいですか。大事な話がありますけん。奥村の供述により宇都宮は逮捕された。私が知っとうのは宇都宮の兄貴までです。おそらく兄貴は田口の頭に言われたんでしょうが、私は分かりません。おそらく彼は俺を波紋から絶縁するでしょうね。組織を裏切ったんやから。でも組織が俺に何をしてくれたんですかね。龍神会にとって奥村は使い捨ての駒に過ぎなかった。犯罪組織である暴力団は組織への裏切りを許さない。裏切り者は時に命すら狙われるのである。暴力団組織から裏切り者と呼ばれ、許されざる者として命を狙われても、奥村には守るべきものがあった。奥村は暴力団組織に別れを告げた。妹と矢野のことよろしくお願いします。分かった。お前も大変やけどな。だけどお前の力で矢野と妹さんは救われたんやないか。俺はそう思う。一度入ると簡単にはやめられないのが暴力団である。警察は矢野の脱退を妨害しないよう倉田組長を警察署に呼び出し、暴力団対策法に基づく中止命令を行った。次の通り判決する。主文、被告人宇都宮久男を懲役20年に、被告人村太郎を懲役10年に、被告人秋山哲夫を懲役6年に処する。議決公務日数中、被告人宇都宮久男。矢野と真理子は警察と暴力追放運動推進センターの協力を受け、他の町に移り住んだ。
彼らが生まれ育った町へ戻れる日、それはいつだろうか。暴力団のいない町、いつかその日が来る。